暮らしを良くするお片付け研究室、チャンネル登録もよろしくね。忙しくておうち時間を全然楽しめないよ。ふーちゃん、北欧のライフスタイルを取り入れるとおうちの過ごし方に余白が持てるかも。ぜひ学んでみて。こんにちは、お片付け研究室チャンネルの P です。今回は忙しくても実践できるゆとりある北欧暮らしというテーマについて、桑原さやかさん著、北欧で見つけた気持ちが軽くなる暮らしをもとに考察していきます。例えば日常が忙しすぎて家でゆとりを持って過ごすことができていない、そんなお悩みに心当たりはありませんか？今回ご紹介する考え方を知らないと日常の忙しさに流されるままです。しかしこの動画の内容を実践していただくと、忙しくても北欧の人の余白ある暮らし方をもとに自身の暮らしを楽しむことができるでしょう。このチャンネルでは暮らしを良くする有益な情報をたくさん配信していますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。それでは具体的な方法を解説していきます。今回取り上げるのは、現在フリーライターとして活躍する桑原さやかさんの著書、北欧で見つけた気持ちが軽くなる暮らし。本書は著者の桑原さんが北欧ノルウェーでスウェーデン人の旦那さん、お子さんと1年半実際に暮らしてみた様子がエッセイ調で描かれています。タイトルにもある気持ちが軽くなるについて、桑原さん曰く、ノルウェーの現地の人から学んだ気持ちに余白を持つ暮らし方を特に意識して記したとのこと。今回は北欧の人々がどのように暮らしの余白を作っているのか、日本にいてもできるポイントをお伝えしていきます。一言で言うと、自宅での過ごし方を一番に考えるです。桑原さんはノルウェーに移住する以前、北欧暮らしについて余白がある暮らしという漠然としたイメージを持っていました。いざノルウェーに移住し、現地の人と触れ合う中で、確かにその余白を垣間見ることができたといいます。では北欧暮らしで余白を作り上げていたものとは一体何だったのか。桑原さんが現地の人々の暮らしから見出したのは、日常で自分の家のことを一番に考えて過ごしているということでした。この背景は、ノルウェーの冬の期間が日本よりも長いことに由来しますが、つまりノルウェー暮らしは家で過ごす時間が長くなるということ。すると家を必然的に過ごしやすい、リラックスできる空間にしようと考える姿勢が日常になるということです。例えば日本では昨今自粛生活が続いていますが、おうち時間を楽しむのに今回の北欧スタイルは取り入れやすいのではないでしょうか。北欧暮らしに学ぶ余白の作り方について、今回はさらに見ていきます。本日のお品書きはこのようになっています。日本でも試したい北欧流おうち時間の過ごし方について、3つのポイントにまとめてみました。料理で頑張らなくていいコツ、なんとなく物を持たない、リラックスできる空間を簡単に作る。それでは参りましょう。まずはじめに、料理で頑張らなくていいコツについて解説していきます。毎食分の食事を頑張って作るあなたは立派です。そして著者の桑原さんも毎食分の食事を作っていたといいますが、ノルウェーの人々の暮らしぶりを見て、自分は頑張りすぎていたかもしれないと語ります。つまり毎度頑張ることでイライラが募るような暮らし方だと、暮らしの余白は生まれないと桑原さんは気づいたのでした。例えば本書で取り上げられる余白を作る料理との付き合い方は次のように挙げられます。曜日ごとにお肉の日、パスタの日などあらかじめ決めておく。毎度メニューを考えるのはとにかく億劫なので、このようにテーマが決まっているだけでも献立決めが楽になります。料理をお休みする日を作る。ノルウェーの人々はよく冷凍ピザなど簡単に済ませられるものに頼り、今日は料理はお休みとすることもあるそうです。休日はバーベキューで特別感を出す。ノルウェーの人々はバーベキューグリルをいつでもできるように庭に設置していて、思い立った時にバーベキューを楽しめるとのこと。
シンプルに網で材料を焼くだけなので気軽に作れるということです。シンプルに美味しく楽しむことで日々の手間からなるべく重みを回避していくノルウェースタイル。手間をかけるならばよほどの料理好きさんか特別なイベントぐらいで、それ以外は手間をかけない人がほとんどだといいます。日々の料理でイライラが募ってしまった人は試してみてくださいね。続いて、なんとなく物を持たないについて解説していきます。北欧家具が日本でも流行っていますが、現地の人から学べるおしゃれな北欧家具インテリアを引き立てるコツとしては、物の持ち方を厳選している様子がうかがえます。例えば桑原さんの出会ったノルウェーの人々は基本的に持つ物の数を少なくし、すっきり暮らしているといいます。お家にお邪魔してもあまり物が見当たらないので、どこに置いているのだろうと疑問だった桑原さん、そこで次のように気づいたことがあったといいます。飾りのもの、飾りでないものがはっきりしている。ノルウェーの人々は飾りでないものは速やかに収納棚にしまうことを徹底し、自分が見せたい空間の形を実現しているとのこと。物を置く場所を決めている。例えば新しく買ったものについてはインデックスと呼ばれる場所を作り、そこに一時的に置くといいます。定期的に処分している。捨てるにはもったいないものについて、例えばスーパーに設置されたリサイクルボックスに入れると次に使う人に届くのだそうです。その他、蚤の市などで不用品を売ることができるといいます。ノルウェーの人々は自分で納得いく手放し方をよく知っているということです。このようにすっきりが叶う生活からは、とにかく物を大切に持とうとする意識がうかがえます。日頃から飾っているもの、収納しているものに意識が向いているため、収納がいっぱいならそれ以上買わないようにする。リラックスできる空間を作るために空間をすっきりさせるということ、参考にしたいですね。最後に、リラックスできる空間を簡単に作るについて解説していきます。長い冬の期間は家で過ごす時間も長くなるノルウェーの暮らし。休日に出かけるのもいいけど、家が一番と思える空間作りにはインテリアの置き方も大事なポイントとなります。先ほどの物の持ち方にも通じますが、桑原さんがノルウェー暮らしから学んだインテリアの置き方とは次のように挙げられます。小さいリラックススペースを設ける。家族と過ごす以外に一人で過ごすスペースが欲しいときに、一人用のソファー、小さいテーブル、ラグ、ランプがあれば完成するとのこと。リビングはテレビを中心の配置にしない。家族との会話を大切にするため、テレビを囲んでソファーを配置するということはしないようです。クッションカバーのバリエーションで気分転換。北欧インテリアでは明るい布地模様が多いのが特徴。インテリアをいちいち買い替えなくても、クッションを変えるだけでも部屋の雰囲気が簡単に変えられます。ここで取り上げたのは一部ですが、どれも日本で暮らしていてもすぐできる方法です。模様替えをしたいときにぜひ試してみてください。では最後に、この動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まず、毎日の料理で無理せず自分を楽しませる手段を持つということ。次に、家に余白を持たせるため、物を少なく大切に持つということ。そして、リラックスできる空間は少しの工夫で演出できるということでした。本書のノルウェー暮らしがおうち時間を一番にしている理由、それは長い冬期間をいかに楽しく家で過ごせるかということから生み出されたものだとわかります。日本で北欧雑貨、家具が流行っていますが、上辺のアイテムだけ取り入れるのではなく、今回ご紹介したような余白あるライフスタイルも取り入れると、おうち自体を忙しい日常をリセットできるリラックス空間に変えられそうですね。この動画を見ているだけでも、あなたのお片付けへの意識は十分高いです。ぜひ自信を持って片付けを進めてみてくださいね。以上で、忙しくても実践できるゆとりある北欧スタイルの解説は終わりです。人は一回聞いただけでは忘れてしまいます。
なのでこの動画をぜひ繰り返しご覧いただき、日常に取り入れるようにしてみてください。また概要欄に今回ご紹介した本のリンクを貼ってありますので、チェックしてみてください。お付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルでは片付け掃除家計に関する本を紹介しながら、暮らしを良くするためのお役立ち情報を配信していきます。気に入っていただけたらチャンネル登録やいいねをいただけると嬉しいです。またこのチャンネルの運営会社アシストでは公式 LINE のご登録をお待ちしております。お片付けや出張買取などのご依頼がスムーズに行えるほか、有益な情報もお届けしています。詳しくは概要欄にリンクが貼られているのでチェックしてみてください。それではまた次の研究動画でお会いしましょう。バイバイ。